今回はストフリの何をパクったんだろうについての反応集をお送りします。勝手な。イケメンだな。やはり予約しておくべきだったかな。デザインダサいと言われるけど、アコードは空気読めない世間知らず的な側面があるんだよな。世界を滑る者の姿だと本気で思ってる節があって、それを的確に表現している良いデザインだわ。こうして見るとめっちゃ勝手な。君なんか公式 HP と違わない？マントと顔の羽がダサく見られてるのかもな。体はかっこ良いんだよな。と肩の色と並ぶと雑コラ感出てくるから単体で見るといい。フリーダム強奪時はフレームは金色でなかったという書き込みがあったけど本当？フリーダム強奪事件の時にストフリ破壊したのはアルドラだよ。シバはおそらくストフリのデータを盗んだ後に作られた機体。ストフリって試しの時にはもう片落ち機体だったのに何をパクることがあったんだろうな。スパ個前提のカスタム機といえば聞こえは良いが事実上の欠陥モビルスーツだろう。ルドラはファウンデーションの独自技術だけで作られたからストフリ最新ではないとはいえ当時の最強モビルスーツのデータが欲しかったんだろう。良いところだけ取り入れればいいからな。実際に筋関節パクってルドラの運動性能をさらに上げた芝が完成したんだろうし、ストフリが最強だった時代なんかないよ。デビュー当時から型落ち機体。言うてもバラブーンとビームシールドはまだまだ最新鋭じゃないのか。あれバラブーン関連ではあれはストフリしかない特別な改造されてるし、型番的にはカオスの旧モデルを破改造したものだぞ。そもそもターミナルの独自技術はそんなに高くはないだろう。そもそもドラグーン搭載機自体が珍しい上に搭載機が現存してるのが珍しい存在だぞ。カオスのは少しドラグーンとは違うシステムで中身はストフリの方が新しいぞ。ドラグーンはドラグーンじゃないの？議長がレジェンド紹介するときにカオスのドラグーンを改良したものって言ってるし。プロビデンス、ドラグーン手動操作、カオス移行、ドラグーン自動操作、ストフリ、自動足す手動という設定も存在した。いや、形式番号がそうなってるのよ。番号はそうなんだけど、コロコロ変わる個々の設定だとカオスより高性能になる。 CE72 設計の本体に第1世代ドラグーンを魔改造して第2世代ドラグーンのシステムを組み込んだものになる。ストフリのドラグーンって最初は第2世変わってだけの設定だったのよ。それが設定盛られていく中でお約束の切られないとうんぬんがついた。なので間を取って第2世代ドラグーンを魔改造したものってことになったのよ。そこで操作性を下げて最高性能を上げたと考えるのが普通じゃね。スポーツ80みたいなもんだろ。そこが難しいところ。どう魔改造したのかがよくわからない。そこにストフリのベース機にドラグーンが搭載機ザフトから抹消とカオスのポットは第2世代ではないって設定があるって。第2ドラグーンはカオス強奪に完成している。そうなると番号的には旧式だが機能的には最新型になるって。劇場版時間には第2世代ドラグーン搭載機はストフリしか残ってない可能性もある。 EQFU5X 機動兵装ポット EQFU3X スーパードラグーン機動兵装ウイング型番がそうなっているんだ。分かれ、同じシリーズの武装なんだ。そう、同じシリーズの武装だけど EQFU5X 機動兵装ポット、こっちはどちらかというと簡易ドラグーン EQFU3X スーパードラグーン機動兵装ウイング、こっちは魔改造された第2世代ドラグーンを搭載。実際は核動力用の全く別物。ドラグーンでエネルギー使うのは量子通信らしいから無線化優先化は古い新しいにあまり関係ない。簡易ドラグーンというのはフラッシュエッジみたいなやつで全然違うよ。ストフリのドラグーンが特別だとされてるのはマルチロックオンするところ。これはストコじゃないとできないとされてる。メタなことを言うとキラを持ち上げるためにストフリの設定性能は SSE ラレギミって符号があるのよ。結果的にストフリは欠陥だらけだが乗るのがキラだから大丈夫という論調で固められてしまっている。カオスのより古い設定の機動ウイングだけど、VL とスーパードラグーンでカオスよりは性能は上で消費電力多めで、カオスの機動ポットは第2世代ドラグーンの完成の一つ前の段階で操作性が機械的。ストフリのドラグーンでマルチロックオンをするところまではエースクラスならできるが、 V 破壊とかの極限レベルの操作はキラしかできないで設定だったはず。でスーパードラグーンと第2世代ドラグーン搭載機の実物はストフリしか残ってないから狙われたのではと。まず勘違いがあるといけないから情報のすり合わせをしようか。そもそも第2世代ドラグーン自体は宇宙世紀のインコムみたいなものでファンネルだった第1世代より高性能ではないぞ。無線式のインコムみたいなものだな。単純な性能なら第1世代の方が良いけど空間的把握能力が必要。無線か有線かは関係ないと話はしたよな。いや、ドラグーンは一部例外を除いて無線、一部例外は紛失防止、有線は頑張れるだ。子供の頃は頑張れるを頑張れる装備だと思ってました。多分勘違いしてる。例えばどこ？ドラ
グーンは量子無線通信システムだぞ。第二世代ドラグーンは誰でもファンネルみたいに使える装置のはずだが。理屈は分からんけど彼らはストフリオシバはインジャーを意識してそうな装備だよね。敵中の攻撃がちょっと近接寄りだったかなとは思った。ビームライフルっぽいのもあるんだろうけど、敵枠だとシュラガネが含めて人気になるんかな。あとの4人はかなり雑にやられたしな。シュラが一番やられ方が悲惨っていう。ザフトでも連合でもない貴族主義っぽさはあえてなんかな。マーガンダムが連合でもザフトでもどっちも使ってるからよくわからんが、急に湧いてくるのマジで怖えわ。エルフグ装備のウナマリアガンプラいけるかな。出してほしいな。彼らはパイロットは小物だがラスボスの強さとしては弱すぎず強すぎずでちょうどいい塩梅だったと思う。レイガンギアもネオジオン部もチートではあるが手応え感じなかったし、ラインスレイ部隊は理不尽だし、水星ラストバトルは戦闘放棄して別方向に行ってしまったからな。前作最強のストフリをボロボロにして PS 版寸前までに追いやったのはなかなかだわ。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。